パラオと日本の軍人中川久美男の真実、親日国の歴史。太平洋戦争時下、日本の領土であったパラオでのペリリュー島の戦いをご存知でしょうか。約5万名弱のアメリカ海兵に対し、約1万2000名の日本軍が71日間にわたり組織的戦闘を繰り広げ、当初3日ほどで攻略できると予測していたアメリカ軍の戦闘計画を大きく狂わせた戦いでした。ペリリュー島での戦果は、後の硫黄島の戦いや沖縄戦において参考にされ、アメリカ軍にとって甚大な被害を生む結果となったのでした。その戦いを指揮したのは歩兵第二連隊隊長中川久美男です。今回は日本人にはあまりその名が知られていない隠れた名将中川久美男についてご紹介したいと思います。南洋の侍中川久美男の生い立ち。中川は明治31年1898年熊本県玉名郡で熊本藩士の家系に生まれました。祖父は明治時代に藩士から教師へと転じ、父は西郷隆盛率いる薩摩軍と共に西南戦争に参戦し、新政府軍に敗れた後に教育者となっています。二人の兄もまた教育の道へと進んでいます。中川家は筋金入りの教育一家でした。玉名中学に進学した中川は文武両道という言葉通りの青年となりました。剣道部に所属し、得意な教科は漢字。口数こそ少ないものの正義感が強く純粋な性格であったそうです。中学卒業後、教育一家に育った中川が志したのは教師ではなく陸軍将校への道でした。元藩士の家とはいえ、経済的に困窮していた中川家を思って、お金が稼げる陸軍将校への道を歩もうと思ったのも理由の一つだったのですが、陸軍士官学校に進むには父親の承諾を得る必要がありました。中川の父は中川を西南戦争の激戦地だった田原坂まで連れて行き、人は負けると分かっていても戦わねばならぬ時がある、陸士陸軍士官学校を出たらお前は将校だ、多くの部下の命と名誉を背負って戦わねばならぬ、よほどの覚悟がなければ生半可な気持ちで陸士に進んではならんと伝えました。中川にとってその時の父の教訓は生涯忘れることができないものとなりました。専攻を認められ陸軍大学校専科へ。大正7年陸軍士官学校を卒業した中川は陸軍歩兵少尉に任官され、その後台湾歩兵第二連隊付き、歩兵第48連隊大隊副官、第12師団司令部付き、歩兵第79連隊大隊長などを歴任しました。昭和12年中川が歩兵第79連隊大隊長に赴任した直後に起きた盧溝橋事件、中国軍から日本軍への発砲で起きた小競り合い、後に日中戦争に発展により、歩兵第79連隊にも動員命令が出され、中川は初の実戦を経験します。その時の功績が認められ連隊長の推薦によって陸軍大学校専科に入校しました。昭和14年41歳になった中川は陸軍大専科を卒業し、陸軍歩兵中佐に進級し、昭和16年には専攻を認められ金士勲章を受章しました。実戦により功績を挙げて40歳を過ぎ陸軍大学校専科に入学した中川は叩き上げ軍人として評され、部下思いの人情に熱い一面もあったと伝えられています。満州から南国のペリリュー島へ。陸軍大専科で学んだ経験を生かし、独立混成第5旅団の参謀などを経て陸軍の精鋭と呼ばれる
歩兵第二連隊の隊長に任命されました。この隊は満州北部にある農耕州に対ソ連への備えとして駐屯していまして、中川も1年ほど満州に駐屯していましたが、戦局が悪化してきた昭和19年3月、満州から南方パラオへ転用されることになりました。日本軍は太平洋方面の戦局の悪化により、ソ連方面対策として満州に置いていた切り札を東洋一の飛行場を狙われ、アメリカの標的になっていたパラオ、ペリリュー島へ振り分けたのでした。この時中川は二度と帰れない覚悟でいたようで、自身の夫人に任地と任務を聞かれた時、英語演習さ、帰ってくることを望めない戦場とだけ答えたと伝えられています。後の戦いに引き継がれるゲリラ戦法、パラオ、ペリリュー島へ降り立った中川は、まずはじめに島を綿密に視察し、島の複雑な構造を利用して島を丸ごと要塞化しました。要塞を作ってそこに逃げ込めば兵力の消耗を抑えることができ、最後まで抵抗を続けることができると考えたのでした。珊瑚礁でできた鍾乳洞などを壕として利用し、壕と壕とを直角で交えた通路で結ぶ地下複合陣地を作り上げました。直角の部分を作ったのは、もし相手が手榴弾を投げ込んできても爆風を抑えることができるからです。陣地作りはほぼ兵士たちの手作業。パラオの高温多湿の気候は直前まで寒冷地にいた兵士たちにとって過酷を極めましたが、中川は決して妥協せず、現場を細かく巡回し、時には自ら現場を手伝うこともありました。パラオ本島にも応援を要請しつつ、ついに要塞を完成させました。要塞の建設と同時進行で米軍による攻撃が始まる前に、ペリリュー島にいた民間の邦人約160人と原住民約800人を強制疎開させました。この結果、歴史に残るほどの激戦だったにもかかわらず、民間人の被害はほぼありませんでした。それから隊の全員に日本万歳と叫んで敵の陣地に突撃する万歳突撃の禁止を徹底し、戦闘中に万歳突撃をと流行る兵士たちをいさめ、守備している陣地が破られた場合は島の中央に移動するようにと厳命しました。地下の要塞を整備しても、自殺行為である万歳突撃をしても兵を失うだけで持久戦に持ち込めないからです。守りに無頓着だったことで陥落したサイパンの戦闘を参考にしたのではと言われています。機雷のゲリラ戦、昭和19年9月上旬、ついにアメリカ軍が大規模な艦砲射撃と空襲を開始しました。その攻撃は島の形が変わると言われるほど激しいもので、もし日本軍が要塞の準備をしていなければ、この時点で日本軍は殲滅されていたのではないかと伝えられています。中川はこの砲撃の間も音を立てずにじっと待っていました。大半のアメリカ軍が上陸してしまえば、下手な艦砲射撃はできないと読んでいたからです。同年9月15日には、アメリカ軍の精鋭部隊である第一海兵師団がペリリュー島への西浜、アメリカ側のコードネームはオレンジビーチへと押し寄せました。この師団はニューブリテン島やガダルカナル島などの激戦地を戦い抜いてきた激戦の部隊でした。日本軍もアメリカの軍勢が100メートルほどまでに近づいてきたその時に激しい砲撃を加えましたが、それでも次から次へとアメリカ軍のアームトラック、水陸両用のトラクターが殺到し、やがて両軍の白兵戦が始まりました。美しい浜辺が鮮血に染まっていきました。アメリカ軍は事前の砲撃で日本軍の守備隊はほぼ壊滅したと読んでいました。しかし実際には地下要塞で攻撃をしのぎ、
まだ十分な戦力を維持していました。アメリカ軍の上陸地点を西浜だと読んでいた中川の読みも当たり、その地点にだけ水際作戦として速射砲などの砲火を浴びせる体制をとっていました。やっと上陸したアメリカ軍は3日後に飛行場を占拠しましたが、日本軍は地下要塞を使って神出鬼没な攻撃を繰り返していました。万歳突撃をせず奮闘する日本軍の様子は日本国内でも伝えられ、守備隊には昭和天皇から五箇賞が異例の11回も贈られました。桜、桜、桜。やはりアメリカ軍と日本軍の兵力や装備の差は明らかでした。次々と増援を送り込んでくるアメリカ軍に対し、日本軍にとって持久戦の先には何も見えないものでしたので、中にはパラオの司令塔から増援が必要かを問われた際、今となってはこちらに兵力を送ることは疑問だと答えています。戦局を合理的に判断できる中川は無駄になるであろう増援を拒んだのでした。戦場には体の一部が吹っ飛ばされている兵士もいましたし、頭部がなくなっている遺体もありました。怪我を負った兵士が痛みと苦しみのあまり同僚に殺してくれと懇願し、同僚は分かったと戦友に軍刀を突き刺す場面があったり、惨憺たる様子だったと伝えられています。やがて水も食料も底をつき、兵士たちは飢えに苦しみながらの戦いを余儀なくされました。そんな日本軍の果敢な戦いぶりはアメリカ軍の兵士たちを驚愕させ震撼させました。当初は 2,3 日で終わると予測していた戦闘が予想よりもはるかに長期化していき、アメリカ軍の計画を根底からひっくり返すことになったのです。アメリカ兵士の中にも日本兵がどこから攻撃してくるかわからない恐怖から深刻な PTSD、 心的外傷ストレス障害を発症する者が相次ぎました。日本軍が執拗に守ろうとするこの島をアメリカ軍は裕仁天皇の島と呼び恐れることとなりました。中川は部下たちを鼓舞することに邁進しました。負傷した兵士たちにはありがとう、よく戦ったなどと優しく声をかけたと伝えられています。1万2000人いた兵が150人ほどに減り、そのうち戦闘可能な兵が50名となり、奇跡を望むこともできなくなりました。同年11月24日ついに中川率いる第二歩兵隊はパラオ本島の司令塔に向けて桜、桜、桜という電報を打ち、その夜に中川率いるペリリュー島守備隊は地下壕で自決したのでした。中川は玉砕の際には桜という言葉を連想するという連絡を事前にしていました。しかし密林内の洞窟にまでは中川の自決が伝わらず、34名の兵士はなお戦いを続け、終戦から2年後の昭和22年に投降しました。日本を守るため国に残る家族や女性、子供を守りたい一心で激戦を続けた当時の日本人の精神力は調べれば調べるほど驚かされ、自分を含め今の日本人の心の在り方を考えさせられました。大戦敗戦後に GHQ が立ち入り日本の教育の見直しを行いましたが、ある一説によるとその理由は日本人の愛国心や精神力に恐れをなしたからだと言われています。太平洋戦争以前の歴史から現代の私たちは物事の本質を学べるのではないでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。